はい、皆さんこんにちは。今回はアークテリクスの新商品を紹介するんですけども、はい、こちらですね。これが本当のフィッション SV の後継、ベータインサレーテッドジャケット、こちらをご紹介します。前回の動画でアークテリクスの新しいレイルシリーズご紹介しましたけども、まあ、その時にですね F21 まで展開してましたフィッション SV が廃盤になりまして、新しくですねこのレイルシリーズが出てきたんですけども、まあ、フィッション SV の後継と言われながら見ていきますと、やっぱりだいぶ仕様の作りになってました。で、今回紹介しますこちらがですねベータシリーズの綿入りジャケットなんですけども、間違いなくこちらの方がですねフィッション SV に近い作りとなってますので、ご紹介していきます。はい、こちらがベータインサレーテッドジャケットになります。まずですね概要を見ますと、重量が 680g になりまして、これがですねフィッション SV 当時ですね M サイズで 890g という重さでしたので、だいぶ軽量にはなってます。で、フィッション SV 同様にゴアテックス2レイヤータイプですね使用してまして、表生地が40デニールという厚さになってます。で、これに関しましてはフィッション SV が80デニールでしたので、半分のですねこの、まあ、触った時のゴア付き感がだいぶですねこう柔らかい肌触りになってますね。フィッション SV 結構こうゴワゴワした表生地でしたけども、半分の40デニールという厚さになってますね。で、裏側は20デニール、同じ厚さのですねナイロン製の裏地になります。ベータのシリーズですので、山のシチュエーション考えられたシリーズですので、 DWR の耐久撥水加工がされております。価格が99,000円ですね。で、こちらが以前紹介しましたレイルシリーズの、こちらがねレイルパーカーになるんですけども、レイルインサレーテッドジャケットはフードがですね取り外しできる街用の中綿入りのジャケットでしたけども、これと比較しましてもパッと見ですね近いといえば近い部分なんですが、ベータシリーズですので山用にですね、まあ、大きな特徴、まずベンチレーションが備わってまして、まあ、約ね40センチぐらいでしょうかね、脇の下にダブルのジッパーでベンチレーションがあります。作りもねフィッション SV とポケットの位置なんかも一緒で、胸1箇所とハンドポケット両方ですね2箇所ありまして、内側もですねポケットがありますね。これあの山岳用のグローブなんかもここに収納できるような結構大口のスリーブ状のポケットがあります。で、逆側はジッパーのポケットですね、表側にもあるんですけども、その裏側にもジッパーのポケット、ちょっとね手が透けるぐらいですけど、あの細かいメッシュの生地になってますね。まあ、この辺ポケットの作りなんかはフィッション SV と同じような構造になってます。で、このまま裏地見ますけども、裏地は、まあ、ナイロン製の20デニールなんですけども、同じ例えばこれアトム AR ですけども、アトム AR もね20デニールの裏地を使ってるんですが、ちょっとこの生地とはまた別の、まあ、光沢もねちょっと同じ黒ですけど違いますが、触った感じもちょっと違う裏地になるかと思います。こっちの方がねベータの方がツルツルした裏地になってますね。あのレイヤリングはすごくしやすいと思います。胸ポケットとハンドポケットのジッパーは止水ジップになってますが、メインジッパーはビスロンタイプのですねジッパーになってます。これまあ丈が長いですのでダブルジップの仕様ですね。で、下からも開けられるようになってます。ハンドカフの部分ベルクロ仕様になってます、まあ、この辺はフィッション SV と同じようなですねベルクロタイプで、前にご紹介したレールシリーズはまあ街用のこれアウターになりまして、ベルクロないスマートなデザインになってましたけども、まあ、ここにねちょっとガスケットが中にある感じで、まあ、吹き込みは少ないんですけども、非常にこうシュッとした、まあ、街用ですのでそういったデザインがされてますけども、やっぱりベータの方は山用にですねグッと、まあ、グローブ付
けた状態だったりとか、いろんなシーンで調節が細かくできるようにベルクロタイプになってますね。あとは山岳のシーンでもヘルメットや頭部のですねフィットを高めるためのドロコード、ここ2箇所後ろ側にありまして、前側のこのフードと連動してます。前もここに中にですね、これコーヒー渋でしょうか、こう調節のこれコードロックがこの中に隠れてますので、この中で引っ張っていただくと調節ができます。裾の方は左右にですね2箇所ドローコードありますので、裾もですねこうぴったりとしたフィットに調節できます。フィットに関しましてはレギュラーフィットになってるんですけども、当時のですねフィッション SV がなくてちょっと比べられませんが、まあ、同等のアウターの上にさらに着るような作りにフィッション SV になってましたが、それと比べますと若干もしかすると小さいかもしれません、フィッション SV と比べますと。なのでまあシェルを着込んだ上にさらに着るというよりは、もう中綿がね入ってる状態ですので、まあ、内側に着るものを厚さをね調整してもらえばいいかと思います。これなんかはね今年出ましたプロトンシリーズの新しいモデルですね、プロトンクルーになるんですけども、こういったものや綿の重ね着になってしまいますけども、こういうアトム、これは AR ですけども、アトム LT だったりプロトンの LT なんかもですね、この内側に着ていただくものとしては推奨します。その辺は、まあ、寒さや着る場所に応じてですね中を調節していただければいいかと思います。フィッション SV は部分的にですね綿の量90と65というふうに分かれてました。で今回のこのベータインサレテッドジャケットは全部の分はですね腕も身ごろもコアロフトコンティニアス80という厚さになってます。まあ、保温性はですね申し分なく暖かいジャケットになってまして、で先ほど言いました表生地がフィッションよりも柔らかい素材なので非常にですね着やすいかなと思いますし、ごわついた感じがなくて動きやすいジャケットになってます。あとはですねこれ裏側見ますとレッコ、スキースノーボードのウェアにですねついてること多いですけども、山岳で救助と捜索のためのこれ発信のね機能ですけども、レッコが搭載されてます。これがあるということでよりですね山岳向けっていうのが分かると思いますし、このレッコなんですけど昔と比べましてこの機械がですね発信する発信機みたいなもんなんですけども、どんどん今小さく薄くなってレッコがちょっとねどこにある入ってるのかちょっと分かんないぐらいなんですね。ちょっと見つけられてないんですけども、もちろんかさばらない邪魔にならないところに搭載されておりますので、ちょっとねこれ見つけた方いらっしゃいましたらぜひねちょっと教えてください。はい、今回はベータインサレーテッドジャケットをご紹介しました。以前紹介したこのレイルシリーズと見ましても、まあ、一緒に見ますとやはりこちらは町用の作りっていうのが改めて分かりましたし、このレイルインサレーテッド、レイルシリーズと別でフィールドで使うという場合はですねこちらの方が間違いなく安心感がありますし、フィットの調整や内側のポケットの作り、腕の調整やですね、まあ、このレッコというふうにですねより山岳向けに作られてますので、デザイン決してですねまあ近いものなんですけども、そういったシチュエーションでですね場所でぜひ使い分けください。あと入荷がですね遅れましたけども、まあ、中に着るものとしてはですね今年注目のプロトンクルーですね、こちらもニューモデルですが中がオクタの紐をしているこのグリッドですねなっていて、非常に動きやすいクルータイプの中間着としてですねこれも活躍するかと思いますので、ぜひこういったまあテクニカルウェアと合わせてみてください。はい、今回は新しく出ましたベータインサレーテッドジャケット、こちらをご紹介しました。